はい、こんにちは。再生回数1億回の男、くつざわです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。自慢してしまいました。デイリー新潮、検挙件数はベトナム人、中国人が多いのにクルド人に非難が集中、クルド人がやり玉、生贄にされていると言っても過言ではないだろう。クルド人を徹底的に擁護してるけど、書いてるね、藤原って人、金でももらったのかな。デイリー新潮ってたまにいい記事ありますけれども、変な記事もあるよね。書く人によってなのかな。世論です。目に余るからでは、いや、ベトナムだって普通に犯罪者多くてイメージ悪いだろう。逮捕数なら日本人が一番多いから率の問題でしょう。ベトナム人、中国人は正規の滞在許可で法を犯さず生活しているのが大半だが、クルド人はほぼ全員偽装難民の不法滞在者だからでしょう。そもそもあいつら仮放免の中の犯罪者だからな。不法滞在の犯罪者で、ただ猶予中だってだけで、全員ね、ほぼ全員。だって帰国させようとすると暴れる偽装難民だし、不法滞在者が高級車乗り回したら、そりゃ叩かれると。ツイートしてありますが、有志からですね、7月28日のクルド人集会の音声提供がありました。6月10日に新入管法が施行されたが、弁護士の大橋って人がですね、質問に対して、強制送還は一件もない。あれは知りたいって断言してたけど、本当かな。今んとこ強制送還聞いてないって言ってましたけど、本当かな。大橋の勘違い、あるいは事実誤認、恋の嘘って可能性ありますけどね。新入管法によってですね、一人でも強制送還されたらよ、東京新聞あたりが大騒ぎしそうなんで、一人もやられてないっても事実かもしんないな、残念ながら。ベトナム人、中国人、逮捕者は多いんですけど、連中は母数がめちゃくちゃ多いですからね。昨年6月の時点で、中国人78万8千人、日本にいます。ベトナム人52万人、日本にいます。それがですね、捕まる外国人犯罪者は、逆でね、1位がベトナム人、2位が中国人、韓国人が41万人おります。この中には特別永住者もおるんですけど、15万人ぐらいが滞在者、働きに来てたりする人らだって。特別永住者、何のかんの言って、まあ、100万人ぐらいいたんですけど、今25万人ぐらいに減りました。フィリピン人31万人、ブラジル人21万人、ネパール人15万6千人、インドネシア人12万2千人、ミャンマー人7万人、これがトップ10なんですけれども、まあフィリピン、ブラジル、ネパール、インドネシア、ミャンマーあたりは、実習生であるとか、特別技能制度で滞在してるやつとか、そういうのだろうな。これに対してね、わずか2、3000人のクルド人が、ベトナム人に匹敵するほど目立ってんだから、目立ちすぎなんですよ。それにあいつらバカだから、自分の犯罪、ツイートしちゃうしね、なんか自慢しちゃうしね、バカだから。全員がほぼね、仮放免中の、不法滞在者だしね。したら犯罪率ほぼ 100% ってことじゃん。猶予されてるだけでお前ら犯罪者なんだからなって話ですよね。東北を横断した台風5号は13日3時頃、今日13日か。今日の朝3時ですね、熱帯低気圧に変化しました。土砂崩れなどの今後も警戒をと気象庁呼びかけ、日本三大鍾乳洞の一つ、岩手県の龍泉洞の湧水が爆増し、道内がほぼ水没、高原など、電気の明かりとかですか、電気設備がほぼ壊れたみたいであります。龍泉洞はコウモリで有名だったんですけど、水没しちゃって無事なのかな。日本三大鍾乳洞、調べてみました。あと二つは山口県の秋吉洞、高知県の龍河洞だそうです。知らんかった。福島県の阿武隈洞はお呼びでなかったな。これ小学校の修学旅行で行きました。福島県。独特の甘みと旨みで枝豆の王様と呼ばれる、山形県鶴岡市特産のだだちゃ豆の畑が水没、深刻な被害、お見舞い申し上げます。例年の半分ぐらいしか取れなさそうということで、価格の高騰が予想されますね。台風7号発生、16日夜半に千葉県をかすめるか上陸する見込み、
帰省ラッシュにぶち当たりそうな日程ですね。上陸しなくてもですね、関東、南東北、福島県あたり、新潟県にあたりが豪雨域、暴風域に入りそうです。警戒が必要であります。一日数回シャワーを浴びる暇人のフリー女子アナ29歳が世の男性にも同じことを求め炎上。事務所を解雇された件について漫画家の倉田真由美さん53歳、特定の個人を指したわけでもないのに解雇ってちょっと過剰反応すぎないか、普通の会社ならこれで社員をクビにすることは不可能だと思うがとツイート。芸能事務所のあれって解雇とまた違うんじゃねえの。世論です。フリーで正社員じゃないから個人事業主としての契約だぞ。契約解除だからクビ切りじゃない。芸能事務所は一般の会社とは違う。そら普通の会社員じゃないからフリーなんだろ。相互合意の契約解除は解雇ではない。人気商売のアナウンサーが印象悪くしたら切られる。普段からいろいろあったんじゃ。首切りたくて仕方なくった、日頃の言動でっていう説もありますね。フリー女子アナだから、フリーだから個人事業主として事務所と契約してたんで正規正社員雇用とは違いますね。正社員の首切るたわけじゃないですね。ウーバーイーツみたいなもんですよ。なんで黙ってらんないんだろうな、バカッターとはよく言ったもんで、よく知りもしねえですね。さらに性加害する男とその親も許さない右輪さんってアカウントがですね、まあ一見してフェミですよ。臭い生き物に臭いというだけで女性は仕事を失うのか、臭い生き物って男のことかな。なんとか女性差別に結びつけようとして失敗。ツッコミの一部、むしろ些細な陰口で職を辞めさせられる風潮を作ったのはフェミだろう。女は臭いと言っても同じような同じ結果になったと思うよ。ちょっと調べりゃ分かることなのにな。男が女は臭いと公に言ったら首確定だし、男が女は臭いと言った方がよっぽどフクルード的に合う。お前らが望んだように男女平等になってきたってだけ。なんで男は殴られっぱなしでいなくちゃいけないの。男が女は臭いからシャベア浴びろって言ったら死ぬまで叩くだろう。フェミがキャンセルカルチャーやりすぎて自分たちがキャンセルされる側になって暴れ始めたってだけ。男性アナウンサー、女は臭い。もっと炎上すると思うけど、女性がフェミは男にモテない、生き遅れって言ったら死ぬまで叩くくせに。まあ、女性のことも叩くでしょってあんたらね。フェミさんは脳に障害があるから。日本のツイッターアカウントは約6600万。アカウントあります。まあかなりの数、2つ持ってる3つ持ってるなんて人もいるとは思いますけれども、約7分の1が IQ85 以下なので、まあ普通に会話通じないレベルのバカってことなんですけど、930万アカウント以上も絡むとやばいアカウントがあるってことになりますね。930万アカウントってめちゃくちゃ多くないですか。 IQ85 の以下の人って普通の生活したらあんまり関わらない人らなんですよね。日本のフェミは男を叩きたいだけの偽フェミだから大嫌いであります。五輪の性別不明ボクサーはね、女性選手をボコボコにしても沈黙してただろ。共産党議員がですね、自転車のサドルに、体液かけて逮捕されても、共産党職員がですね、トイレで盗撮しても沈黙してただろ。女性守んないのあんたらは。こういう被害に遭ってる女性は、サドルに体液かけられた女性、気の毒だと思わねえのか。なんで黙ってんのって話なの。ツイッターにいるフェミは偽フェミで、日本人の男を憎悪してるだけなんですよ。韓国人の男が同じことやっても沈黙なのはなぜなんだ、なぜなんだと。上記のことから日本のフェミはですね、パヨがフェミの仮面かぶってる偽物なんですよ。本物のフェミだったらですね、性別不明選手を許さないし、共産党議員だろうが何だろうが、叩くでしょって。同じこと言ったらね、日本人の男だけ憎いんだあいつらは、偽物だ。今日の単身であります。南海トラフ地震注意報、このまま何もなければ8月15日17時で注意報解除の方針。ただ天災は忘れた頃にやってくるなんで、15日17時以降も注意が必要ですね。5時に解除、夕方5時に解除ですけど、5時5分に
巨大地震が来るかもしんねえもんね。日頃からですね、あの高い場所にある瓶とか重量物、落っこったらやばいもの、家具の立て付けや防災品などの確認はしときましょう。8月12日朝刊の一面、読売産経、やり投げ北口金、朝日10万年核ゴミは眠る新規癖、朝日は日本人が五輪で活躍するのが気に食わないんだろうと話題になっておりました。朝日新聞が消えれば結構日本が良くなるでしょうね。優先的なですね、あのデトックス対象の一つ、デトックス、すべき大物朝日新聞。朝日新聞深海6500について専門家ケンタニ07さんの発言を記事にするが、本人から朝日から一切取材受けてないし、深海6500の延命に対して疑問を持ったことはありません。直々に指摘されてしまう、神は世界を7日間で創造しましたけれども、朝日もゼロからゴミ記事作り出す能力があるみたいであります。人の名前勝手に使ってどういう倫理観してんだと非難合々なんですけど、朝日新聞に良心なんかありません、多くの人がまたがって諦めしました、エビデンスねえよそんなもん、朝日にとって事実はどうでもいいんですよね。でなきゃ20数年間でですね、慰安婦記事をあの驚愕の7000以上のアーカイブ書けませんよ。慰安婦って朝日って検索すると7400ぐらい、検索結果出てきます、驚愕の数。もう20年間せっせせっせと書き続けた、2年前に閉鎖された埼玉県鴻巣市立、小学校校舎を借りて雑誌近代麻雀が女性タレント120人規模の制服浴衣撮影会を企画。朝日新聞、近隣からは性的興行ではという声も、朝日が水着でもね浴衣も叩き出したと、話題になっておりました。出演者が女性だからっつって性的興行って断ずるのは差別ではという声もありました。性的興行なんて新語、新しい聞き慣れねえ言葉も作っちゃってね、道は慰安婦徴用工の聞きが悪くなってきてから、新しく作ったのは弱者がですね、意もしねえ弱者がですね、 LGBT とアイヌですね。この他にも弱者がいて困ることはないから性的搾取されている女の子たちっていうのを作ろうと、してんのかなと、コラボなんか若年被害女性事業でそのものズバリでしたがね、これだからパヨには一歩も譲ってはいけないという声もありました。パヨには一歩も譲ってはいけません。あっちが前に出てきたらこっちも前に出るぐらいじゃないと、一歩譲ったらこの談話みたいにあんな風になっちゃうんだから、そのままぐいぐい押し込まれてね、パヨには一歩も譲ってはいけません、しかしツイッターにはバカが多いなつくづくね、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。